先生今日もちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。ミルクサッカーアカデミーの上間でございます。ノーミルク佐藤です。今日もちょっとチューチュー吸いつかしてください先生の父に。よろしく。絶対気持ち悪いですよこれ。前回の話の流れから例えなんですよ。あ、男子校の話ですか。いや、じゃあこれ例え、情報をカルシウムね、ですからミルク作家からそういう風にこうね、吸い取っていこうと、先生から吸い取っていこうという、ね、いやでもね、今回はね、みんなでこう考えていこう系の話題でございますので、はい、ぜひご意見もね、ツイッターとか通していただければ。そうですね、いろいろいただけると助かりますね、あと拡散いただけるといいな、ね、もう拡散しまくっていただきたいですね。よろしくお願いしますね。はい、はい、よろしくお願いします、はい、ではですね、今回は、はい、今回は前回の、北海道コンサートの札幌に引き続きまして、台所事情シリーズ、台所事情シリーズ、移籍展望シリーズ、はい、はい、今回は、はい、こちらベガルタ仙台出ました。あ、これもう南下していくわけですね。どうぞ。南下していきます。ベガルタ仙台来ました。はい、はい、もうこの表の見方は分かってますよ、ね、私は、はい、ね、伝えておきましょうかね、はい、縦軸が世代、はい、とあとはゴールキーパー、センターバックで、はい、サイドバックもしくはウイングバック、はい、そしてポジションですね、ボランチですね、守備的なミッドフィルダーの位置と、はい、攻撃的なミッドフィルダーはシャドウの位置、はい、そしてフォワードという形で分けております、はい、これ分かりやすくね、冷蔵庫に例えまして、一番下に行くほど新鮮な食材、はい、上に行くほど熟成した食材ということで、しかもこう野菜室、はい、ね、いろんなところに分かれてまして、どこが欠けてもいけないと、どこも充実させたい、はい、さあどうするという、そんな表でございますけど、先生、これがベガルタ仙台、はい、うん、なんかあれですね、あと補足で言ってね、はい、赤くなっているところが今シーズン、まあ、主に出場した選手と思っていただければ OK です。はい、分かりました、はい、まずはゴールキーパーから見ていこうかなと思うんですが、うん、はい、噂のシュミット選手、はい、うん、まあ、日本代表にも選ばれた、はい、シュミットダニエル選手、はい、シュミダニ、はい、シュミダニって言っていいですか。シュミダニってちょっとなんかダニってやっぱシュミットでしょうね。シュミットだね、はい、はい、な選手がまあ中堅の位置にいて、はい、でもベテランの関選手が、うん、まあ、安心して守れるかなってところで言ったら、キーパーチームに5人いるんですね、はい、はい、まあ、キーパーはまあ十分な、はい、選手層を誇ってるんじゃないのかなと。世代のバランスもいいねっていう感じですか。そうですね、はい、でしばらくそれこそまあ移籍しないこと前提で言ったら、それこそシュミット選手10年守れますからね。ああ、そう、なるほど。なかなか今日本代表というか日本人のゴールキーパーが J1 には少ないというところがあって、うん、それ韓国の人が多いですもんね。そうですね、うん、あとそれを考えていった次、今度は東口選手、西川選手、もしくは奥田選手ってところで、はい、オーバーサーティーな選手たちが多くなってきてますから、うん、そうか、現在20代でっていう風になってくるとなかなか少ないんですよね。なるほど。 その中でも、はい、中村康介選手と、はい、シュミット・ダニエル選手に関しては、うん、まあ、まだ20代中盤だというところもあって、そういうことか、10年守ることのできる選手ですから、それを抱えてる仙台としては、まあ、大きいですよね。なるほど。ちなみに先生、ちょっと話違うかもしれないですけど、はい、このゴールキーパーのこの年齢のバランスあるじゃないですか、はい、チームとしては一番の正ゴールキーパーが真ん中の世代にいるっていうのはこれ理想的な形だったりするんですか。どうなんだろう、一番上が正ゴールキーパーがいいのか。上でもいいとは思います。全然それはいいと思うんですが、うんうん、1番手2番手に関してが大体その真ん中、この図で行った時に真ん中と上らへんにいてくれればいいんじゃないのかなと思います。うん、なんか組織として収まりがいい感じがしますね。そうですね、うん、ただ結局あとはキーパーって特殊なね、特殊ですからね、ちょっと練習のなんかこう輪もあるでしょ、うん、キーパー同士で練習するとかあるでしょ、はい、うん、まあ、あとだから、うん、いろんな本当に各シーンを見ていくとかなり分かるんですけど、はあはあはあ、1番手の経歴と2番手の経歴の人があまりにもかけ離れてるよっていうチームって結構あるんですよ、うん、なるほど。で、その実績のあるキーパーとその実績のない人が2番手になってる。そうなんです、うん、でその1番手キーパーが怪我した後、うん、で2番手任せた場合で、で、うんうん、今までこう多数のこう失敗を経験してしまったっていうチームってかなりあるので。なるほどね。でも補強ポイントとしてはまあ怪我しないだろうっていうなんか感じで取るよね。そうですね。浮入れとかで僕だってキーパー全部省く時あるもん。わかります。入れない時あるもん、レギュラーに。そう、うん、まあ、分かるなってところはあるのであれなんですけど、やっぱり浮入れでキーパー怪我しないからね、あんまりね。うん、やっぱでもシーズンやってたりだとかするとこのカップ戦だとかもありますし、そうだよね、それを考えるとやっぱりもう一人はね、ある程度こう年間こう5試合から10試合出るかもしれないなっていう選手を用意しててもいいんじゃないのかなって思ったりしますね。はい、なるほど。次ですね、すいません、キーパーに時間使っちゃって、いやいや全然全然、センターバック行きましょう。次はセンターバックでございます。
センターバックだとまずこれバランスはある程度良さげには見えるんですが、問題はあの下から2番目ですね、板倉滉選手が川崎フロンターレからの今レンタル中だというところがありますね。ああなるほど、それがちょっと大きくて、板倉選手も来年戻ることが基本軸とされているので、なるほど、そうなると、うん、板倉選手がいなくなると1枚レギュラーが消えるだけでなく、うん、分布図的にもちょっといびつな構造になってしまう、うん、そうか、ちょっと真ん中がいない状態になっちゃうね、はい、うん、そうなると来期のベガルタとしてはもう完全にここ一人絶対必要、うんうんうん、絶対に一人必要な感じになってきてしまう。なるほど、しかもスタメンで確保しなければならないので、うん、まあ、他チームで余っているセンターバックを一人確保するってことは大事、ね、これ先生もう今ぐらいから意識して動いてるもんなんですか、スカウト陣って。いやもうやらないとまずいですね。例えばこのベガルタ仙台で言ったら、あのやっぱり資金力的にも、うん、まあ、J1 継続して今残留し続けてるチームの中では一番低いチームになってます、はいはい、そうなってくるとあの各チームでもう出ないことが想定されているような、うん、でまだ中堅なんだけど、うん、これからもう一花咲かせたいよっていう選手だとかはだいぶベガルタにはかなり合ってくるんですよ。なるほど、同じセンターバックで言ってもかつてだと、うん、あのまあ、角田誠選手ですね、今清水さんですのとか、渋い感じの選手ですね。そうですね、うん、とかあと、今柏の鎌田二郎選手、うん、そしてあと今神戸にいるあの渡辺選手ですね、はい、渡辺博文選手なんかは、うんうん、仙台を経ても花開いた感じがあるんですよ、ね、で似たように今のこの平岡選手や大岩選手も似たようなところですね、うん、清水や千葉からやってきてってところになるので、なるほどなるほど、似たように J1、J2 でもう一花咲かせたいっていう選手にとっては来年、まあ、仙台を選ぶ選択肢はあり得るのかなと。そんなセンターバックがきっと入ってくるし必要なんじゃないかなって先生の、あ、勉強になります、はい、ただ、うん、この選手がいればちょっと話は違うぞっていうのが一人だけいまして、はあ、先にですねサイドバック、うん、本当だったらサイドバックの話に行きたいんですが、はあはあはあ、ボランチのゾーンに行ってみたいんですけど、はあ、飛ばしましてボランチ、はい、一番下に、シーハス選手というのがシーハス、はい、いるんですが、彼があのディフェンスの今ポリバレントな感じに成長しつつあるところがあって、より板倉選手のポジションをそのままシーハス選手に任せるんじゃないのかなっていう動きもあるんです。なるほど、ちょうど世代も横軸的に一緒です。そうなんです、うん、なんでそうなってくると、うん、センターバック枠はあま大丈夫になってくるので、るそうなると今度はボランチが必要なのかな、うん、この世代が足りなくなるとはい、うん、ってなりますね、うん、はい、なるほどね、はい、面白い。特にディフェンダーなんて、うん、特に今年の板倉選手がまさにですけど、はい、チームでやっぱり出場できるかできないかだけで違いますし、うん、今でじゃあ大きく言っても同じ世代には冨安選手がいて、はいはいはい、でベルギーでやっぱり掴んで、まあ、代表でもうまくできたってこともそうでしたし、うん、吉田麻也選手もやっぱりそうですよね、名古屋でポジション掴んで海外行ってっていう流れもそうなので、うん、ディフェンダーやキーパーってのは本当に若いうちにどれだけ出場経験を高いレベルで得られるかっていうところが大事なので、はい、もしかしたらシーハス選手、うん、代表あのアンダーの代表経験もある選手ですが、うんうんうん、まあ、返り咲きというかの可能性も今後出てくるのかな。なるほど、じゃあこのコンバートもやっぱり監督が見てどっちが向いてるとか本人がどうしたいっていうのももちろんあるでしょうけども、この台所事情に従ってセンターバックちょっと開くな、あいつ戻ったら開くな、じゃあ俺仙台で出れるな、はい、っていう算段もありながらってことですね。やっておくのは大事なことだと思います。あ、なるほど、はい、勉強になります。これちなみに矢島選手が青になっているのは、はい、うん、矢島選手もあのレンタルの選手ではあるんですが、うん、あのベガルタに移籍してきて初めて出た試合のところで、ね、怪我してしまったんです、はい、あ、そっか、ということでなかなか試合にできずやっと最近復帰したっていうところなので、はい、まあ、いわゆる戦力になることができずって状態ではあるんですよね。なるほど、なんで現状だと、うん、あの来年いてくれたらまあ嬉しいけど、うん、怪我がなかったら赤だったろうという感じですか。そうですね、うん、いてくれたら嬉しいけど来年果たして仙台にいるのかと言われたら、うん、はい、うん、というところ。なるほどね、矢島選手ですもんね。なるほど、そうですね、低手余ったと思うんですよ。でももうこれ最上ベテランになるんですね、リャン・ヨンギ選手が。そうですね、仙台といえばという感じですけども、本当にまさにここがそうですよね、うん、菅井選手もそうですし、うん、関口選手もリャン選手も、うん、選手も関口選手もそうなんね、うん、もうあのここ、うん、まあ、ベガルタから育って一回ね、あの、まあ、浦和だ、まあ、代表もそうだした後は浦和だったり、はい、選手とかも来ましたけど、うん、もう特に菅井選手リャン選手はね、もうベガルタでもう育てずやってきた選手たちですから、はい、関口選手ってなんかいろんなとこでなんかすれ違ったぐらいなんですけど、はい、スタジアムのなんか通路とかで、ええ、誰に対しても「あ、こんにちは」っていうのです。
あ関口だって思うんだけど。だけど坂下結構ほらなんかウエスみたいな人多いしね、はい、まあなんかそれいい悪いじゃないよ、なんかサッカー界って結構ウエスみたいな感じで、じゃあっていうなんか関口選手と僕好きなんですよ。やっぱ帝京って大きいんですかね。あ帝京なのね。あそうなんだ。でもリャン選手も結構そうですよね。あそうですか。しっかりしてるとか。あまあ他の選手があの違うっていうことじゃないですか。あもちろんもちろんもちろん。さ北九州のでっかい41番のだっけ、はい、ヘホ。はい。すんごい可愛いの。こんにちはみたいな。お疲れさんだみたいな、ほんと笑っちゃうぐらい。俺も大好きでした。お疲れ。もうほんと上空3メーターぐらいから挨拶される感じ。やっぱ違いますね。やっぱね、ああやって契約勝ち取れるっていうのはいろいろあるんだろうね。パーソナリティ的な。もう挨拶だけで好きな人と思ってて僕僕あれですね、あのやっぱチャナティップ選手ですか、ね、ああ彼はやっぱでもねメディアを通しても分かる人柄の良さだったり、なんか、最近ツイッターでちょっと話題だったんですけど、駒井選手がチャナティップ選手が駒井選手のインタビューを聞いたみたいで、あのさなんか仲がいいそうですねみたいな、ただそこ でこう会話してるうちに「駒井バーカ」みたいな感じで言ってたんですよ。可愛いですね。練習中ですよ、練習中で後ろで駒井選手ボール蹴ってるところに振り返って「おい駒井」みたいなことをチャナ選手が言ってるんですよ。可愛いです、可愛いなと思って。でもああいうなんかこうそういう取材とか通してうまく見せれる人もいれば、全然想像もつかないそのツンデレ力持ってる人もいますからね。いますね。その辺はちょっとえぐり出していきたいですね。いきたいですね。フェホーはすごいよ。フェホーは皆さん覚えておいてください。もちろん地元のね番組を見てる方はそういう面見てるんだろうけど確かにコアモテですもんね、パッと見たところ。そうですね、はい、ごめんなさい、フェホー関係なかったです今。はい、はい、じゃあ戻りましょう。センターバック、あの話サイドバックですね。サイドバッ バック、このチームにおいてでベガルタはもう本当に重要、完璧じゃないでしょうか。素晴らしいですね、はい、でベテラン関口スワイといて、しかもこれが左右ですからね。誰に杉で選手、元選手会長八塚選手、これ彼がやっぱり両方できますし、なるほど。で中堅枠のところでね、こう小林選手と中野選手、これがやっぱり右左それぞれできて、一番若手の長戸選手が左でできるという形なので、もう右も左ももう十分に揃って、いいですね、ここは特に変えようがない完璧なポジションかと思います、うんうん、なるほど。じゃあ仙台出身です、ベガルタに憧れ育ってきたな、さあ J リーグ行こうっていうセンターバックが今ちょっと困っちゃってるね。そうですね、入りてえなって、ね、入りてえなと思うとちょっと厳しいかもしれません、うん、はい。そして大問題はこちらでしょう、うん、いわゆるシャドー枠に値するんですが、はい、ハモン・ロペス選手、松田選手の名前がありますが、まあ、ホモン・ロペス選手はね、あの今年途中で柏から帰ってきたので、まあ、これからだってところはあるんですけど、うんうんうん、野津田選手、うん、きっと帰りますサンフレッチェ広島に。そうか、ほぼほぼあの僕が掴んでる情報だとほぼ帰ります。そうか、なので、はあ、なので、うん、仙台はいわゆる先ほどの板倉選手と野津田選手のいわゆるこの2つのレンタル枠の部分をどうにかしないと残留は厳しいぐらいのことになってしまいます。そうか、1個やっぱりウィークができるっていうのはそんぐらいのことか、あのもっと言ってしまったら、はあ、あの後ほどまた触れますが、うん、西村選手がチェスカモスクワへ移籍してしまったので、ああそっか、それ1枚それがそうなんです、うん、なんで今年のうちでなんと3枚のポジションを失う可能性があるわけですよ。あなるほど、はい、だからこれはもうあくまで個人的なので、あの仙台ファンの方にはいろいろ申し訳ないんですが、はい、天皇杯の優勝の可能性が仙台に残ってるんですけど、はいはいはい、優勝しちゃうと ACL なんです、うん、日程厳しくなってきちゃう、やばいです、うん、その場合は来季むしろ J2 降格すら出てきてしまうので、あの ACL 決まった途端に調子悪くなるってあるもんね、やっぱり日程の問題でね。そうですね、その2チーム分組めるようなチームばっかじゃないもんね。そうなんです、ね、でだから、うん、あの ACL 軽視すんなっていう声も確かに分かるんですけど、ただ実際に例えば背に腹は変えられないってとこあるしね、はい、あの、うん、例えば本当に近いところでもあの海外だと、あの元々あの日本代表の大迫選手が所属していたケルンというチームが2017-2018シーズンで、はあ、2016-17シーズンが好調で、うん、はい、で2017-18シーズンでヨーロッパリーグに参戦できたんですよ。ただその結果日程的な面もかみ合わず降格してしまったんですよ、ね、そうか。で今年今ブンデスリーガの2部の方で戦ってる形になるんですが、今やっぱそれは一つ問題なんですよね。自分たちの理想を求めて頑張って戦ったのは一つ大きかったんだけれども、それが一つね面白さでもあるとこ
こだよね。そうなんですよね。台所事情、冷蔵庫の話で進めてますけども、1日3食のところね、来シーズンから5食作れって言われてるもんだからね。それは厳しいですからね。なるほど、うん、なんで野津田選手枠はちょっとどうにかしなきゃいけない。なるほど。そして最後フォワードのところも同じで、もともとはこの若手の方のところに西村選手がいたんですよ、はい、ただ移籍してしまったところがあるので、ほとんど今石原選手と阿部選手がカバーしている状態で、控えでまあジャーメイン選手がいてくれるってところはあるんですが、来年まあどれぐらいまあ本当活躍できるかというところまだ未知数の部分があるので、でなおかつやっぱりその野津田選手部分があるから、やっぱりこの攻撃的なところと、あとはセンターバックボランチあたりのところで1枚、もう2枚は最低レンタルででもいいから確保しないとチームとしてちょっと厳しくなって、特に中堅から若手、そうですね、そしてね、25、6歳ぐらいのロンドン、まあ本当プラチナ世代と言われていたあたりというか、なるほどね、その世代あたりで1人取りたいですね。はあ、じゃあその辺で検索してるかもしれないってことね、今ね。そうですね、なるほど。それこそ札幌の、うん、まあ、前回ちょっと触れましたけど、うん、宮吉選手とか、はい、ちょっとありなんじゃないかなって思いますし、ああなるほどなるほど、はい、面白い。あとはですね、はい、今サガン鳥栖にいる、うん、島谷康則選手、はいはい、あの元々はあの徳島だとかと山口とかにいましたけど、はいはい、とかが合うんじゃないのかなちょっと先生検索引き出しちゃってんですね今、はい、今何も見てないです。もちろんもちろん今なんとなく喋ってて、はい、ここで検索したら出てきたのが今のボコっていうのが2人なんですね、はい、なんか楽しそうですね先生ね、超楽しいです。想像でも楽しい、こういう話をもうずっとしちゃ向いてますね、向いてます。もう仮に自分でこのチーム組めるだなって一人でこう妄想しちゃうぐらいなので、はい、いや素敵ですね。でもこれはこのね台所事情は非常に来季いろんなチームを、あの例えばね仙台がマイチームじゃない方もいっぱいいるし多いじゃないですか、うん、その方がこう選手を覚えたりとか、どういう見方でこう移籍を見たりとか、チームの船出を見たりとかっていうのは面白いですね。これを見ることによってね、楽しみになりました。はい、はい、もう札幌と仙台いただきました、ね、はい、まあ、引き続きねやっていきたいと思います。いいですね、台所事情シリーズ、またヒストリーシリーズになってください、ね、あ、ぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、はい、先生の台所にはいつも何が一般入ってるんですか、冷蔵庫には。納豆ありがとうございます。今日もありがとうございました。